新言語決まりましたね。決まりましたね。どうですか。いやちょっと意外でしたね。意外でね。でもこの新しい言語でも頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい。それで3月に、あ、こんにちは、アルブル木工教室です。3月にですね、あんまりちょっと YouTube 動画アップできなかったんですけど、僕らはすごいバタバタしてました。ですね、教室はもちろん、教室の授業として、普通に、生徒さんの話を指導するということで、続けていたんですけど、それ以外の制作がすごい多くてですね、で、ちょっと3月に作ったものをちょっとなんかこう紹介してもらって、こんなことをやってるんだよっていうのを知ってもらえたらいいなと思って、で今日は、そんなのをちょっとまあみんなで振り返りながら、ちょっと説明していきたいと思います。じゃあ、何やったかな。一番最初は作策やったね。一番最初は3月の初めの策。そうだね。羊ですな。ヤギやった。ヤギです、ね。ヤギ。ヨネジさん名前覚えてます？それはアトリ君。おお。それは覚えてますよ。はい。で、一応、まあ、写真がですね ありまして、で、そうだね。この小学校で策を立てたと。で、これヤギ小屋の続きからってこと。そうですね、あのヤギ小屋を前に、まあ、建てて、ここに出るかな、はい。で、このアトリ君の小屋を建てましたと。で、小屋だけじゃなくて、その体育館をじゃないグラウンドを、まあ、ファームみたいにしたいということで、すごい面白い学校ですよね。そうですね、これなかなかないですな。そうなんです。で、まあ、ヤギがまあその鎖でつながれているというのが、まあ、こうかわいそうということで、自由にそのしてあげたいということで、その小屋ごと、柵で囲ってしまおうということでですね。はい、小川君頑張ってますね。なんでこんな笑ってるの。まあこういうちっちゃい木槌で打ってるからやろう。で、そうこう穴を掘ってる時にアトリ君がねこう遊びに来たりとか、まあ、すごい楽しかったよね。いい学校ですよ、ね。本当子どもたちも生き生きしてて、はい。まあ、こういう形で杭と柵を結びつけていったと。でまだこれも完成じゃなくて、ちょっと4月に持ち越しなんですけど、まあ、この後もすごい楽しみな、学校だなと思います。他にも小学校から、依頼が1つ2つ来ていて、こっち行きましょうか。この小学校では一応ですね、経緯をじゃあちょっと米津さんから説明してもらいましょうかね。そうですね、あの経緯、一番最初はこの学校で校庭の、まあ、50周年迎える結構歴史の学校なんだけど、はい、校庭の木が危なくなってきた木とか、腐った木とか、切らざるを得ない木が何本かあって、はい、まあ、10本近くあったんですけども、はい、それを切って捨ててしまうのはもったいないと、はい、もちろんあの捨ててしまってもいいんだけど、それは産業廃棄物になっちゃうんで、はい、まあ、50年の学校なんで50年以上経って育った木をゴミにするのはもったいないねって話を校長先生としてまして、はいはい、嬉しいですね。じゃあそれとうちはあの材木屋なので製材もできるし、木工教室もあるんで、うん、あの作ることもできると、はい、なのでみんなの前であの丸太を製材して板にして、それを、うん、使って、子どもたちに持って帰れるものと学校に置いていけるものを作りませんかっていう提案をして、はい、このやることになったということですね。なるほどですね。まあ、台風とかもあってね、なんかそのいろんなところで倒木とかもありましたしね、うん、なんかそういうのを有効利用したいっていう話をすごいいただいてますね。そうですね、全部できるわけじゃないですけどね。その丸太の製材っていうのは、はい、チェーンソーでその現場で行った。そうですね、移動製材機を使って、はいはい、それね、またすごい迫力だったと思いますね。その写真はそっちにないのかな。あとでじゃ あ、はい、くれたらあの この辺にまた出ると。はい、で、本当にその小学校に行って授業を行って、2クラス分ですね。で、まあ、辻野さんにも手伝ってもらったこのベンチ、はい、うん、覚えてる、はい、はいはい、しんどかった。いや、楽しかったです。楽しかった。またここ、こうなってるわ。あ、失礼しました。おしゃれでやってる。じゃない。はい、
まあでも主に頑張ってくれたのは小川くんかな。この足の部分、はい、まあ、結構まあサービスといったらサービスになるんだけど、きちっとした補助組で、長持ちするようにということで作ってもらって、で、まあ、僕らの教室にあるレーザー加工で、まあ、こういう形で、その記念の、レーザー刻印をしてあげたら、やっぱりすごい喜んでくれますね。かなりサービスしましたな、うん、そうですね。まあまあでも本当に喜んでもらえるのがね、一番ね、はい、綺麗やしね。そうですね、はい、という小学校と、あとこちらのちょっと大阪北部の、そうですね、で、作ったものが多分辻野さんもちょっと見たかもしれないけど、こういうテーブルです。はい、でこれも、これはあれ、材料は何でしたっけ。あ、これそこにちょっとこだわりがあって、はいはい、野瀬の小学校なんですけども、野瀬には森林組合があるので、できたら野瀬で育った木を使って野瀬の子どもたちに作ってあげようってことで、野瀬の森林組合に頼んで野瀬の木を手配して、はいはい、作ったものです。はいはいはい、ね、かなり大掛かりでたくさん購入しましたね。そうですね、はい、まあでも、基本間伐材なんでしたっけ。もちろん間伐材ですね、はいはい、間伐材でもこういう節があっても全然いいよっていうふうに使ってくれる人たちがいるっていうのは嬉しいことですね。そうですね、うん、まあ、森が元気になっていて、まあ、いつも四次さんがやられてるその木育にもすごいつながることかなと思って、うん、まあでも作るの大変やったな加工、途中までの加工を、アルブルで僕らが請け負って、で組み立てっていうのはできるだけ6年生にやってもらいたいということで、準備をしていって、でまあなかなかね、その補助が現場で合わなくてちょっと削ったりだとか若干ちょっと割れたっちゃったりだとか、まあ、そういうのも少しありましたけど、でもこの完成がこういう形でずらっと並ぶとね、圧巻でしたね。そうでしたね、はいはい、合計え、テーブルが何だろう、12台で、ベンチが12台、はいはいはい、よし、じゃあそうですね、この現場のボランティアの人たちがいっぱいね来てくださったのが良かったですね。あ、そうですね、地元の材料で地元の地域の人と学校のために、でこの施設も、地元の人も使えるということで、地産地消とかそういうことにもつながるいい取り組みだなというふうに思いました。まあね、そのところに協力させてもらったのも、ご相談いただいたのが、トラスト協会ですね、はいはいはい、スタビルのトラスト協会から連絡があって、はいはい、でその家具作るだけやったらいろんなところあると思うんだけど、はいはいはい、その子供たちと一緒に作るっていうイベントをするっていうのはなかなか難しいというか、面倒くさいというか、そうですね、ですからね、そこがこう行かせてよかったなと思いますね、はいはい、そうですね。いや、まあ、これも大変だったけど終わってみたらね、やっぱりあれはすごいいい達成感がすごい、うん、達成感すごい、はい、では、これが一応まあ最後、まあ、他にもいろいろ制作があったんですけど、まあ、ちょっと紹介しきれないところもあったんで、まあ、こんな感じでしたよというものをピックアップして、最後にちょっとこれを上げさせていただいて、はい、これがまあ要は完成形ですね。で、これはまあ何かというと、保育園のその園庭に、まあ、昔からずっとあるクスノキっていうのがあって、その周りに、できたら子どもたちが楽しめるような、木の家具があったらいいと。で、その保育園にはちょっと角張ったものだったり、そのプラスチックのものだったり、まあ、そういうものばかりで、そういうのに、まあ、子どもの心に直接訴えかける、木のものだったり丸みのあるものだったりっていうのを、作りたい、使いたいということで相談をいただいて、この材料もまた、これも大阪の材ですね。大阪の材ですね、はい、はいはい、で、まあ、これも、ヒノキの間伐材ですね、はい、で、まあ、僕らの、まあ、その動きやすいというか強みとしては、設計をもう一回一回して、でその話をヒアリングして、じゃあ、みんなで作るにはどうしたらいいか、どういう形だったら作りたいかっていう、その家具屋さんの視点っていうのと、みんなで作るっていう視点と、あと、その木育フォーラムという材料を、できるだけ
その循環できるような形で使っていくっていう、その三位一体になるところがまあ強みで、そういうよくそういうお話をまあいただくんですけど、これは、はい、その保育園にまあ立派なクスノキがあって、その周りを夏とかに子どもとかがこう囲んで、何かこう絵を描いたりだとか、まあ、できたらいいねっていうことで、そのものをイメージしながら作りました。おお、そうですね、これがこういう形で、はい、まあ丸にももちろんなりますし、こういう形でちょっと不規則な S 字にもできたりということで、これがすごいまあ楽しかったのが、まあできた瞬間にも子どもたちがみんなお店屋さんごっこ始めるんですよ。本当にもう子どもたちですけど居酒屋みたいな感じになって、いいですな。そうなんです。でやっぱりこれも、全3回で僕らが行ってレクチャーをしたんですけど、そうですね、本当にこの組み立てですね、ちょっと一応1回目に、はい、森林 ESD のリンクの話もさせてもらったんですけどね、はい、そうですね、存在感忘れてました。そうです、木を切ることってその悪いことなのかとか、子どもたちが分かりやすいようにできるだけ木のことを、環境のことを分かりやすく噛み砕いて、でいろんな木の種類にも触ってもらって、重いとか軽いとかを言いながら、じゃあ、みんながこれから使う木っていうのはみんなと同じ大阪で育った木なんだよっていうことを分かってもらいながら、ちょっと作っていくっていう形でしたね。こういう形で、金槌で叩いて細組みの方を、ちょっと体験してもらう、これって昔からある、伝統技法なんだよと、神社とか、お寺とかとかもこういう形でできてるんだよ、家具はこういう形で、作ることによって強度があるんだよということを、まあ、体験してもらうというような形 で2回目は、研磨ですね、サンディングをしてもらったり、ちょっとノコギリを体験してもらったり、父兄の方も一緒に来られて、それに対して、僕らがじゃあこういうふうにしていきましょうという、いろんな道具を使ってもらって、形を作っていくっていうことをしました。やっぱりその時にもその木を削るとやっぱり匂いってすごいするじゃないですか、みんなお風呂の匂いとか言って、すごい喜んでくれましたね。好評でしたね、今のね、ですね。でここでも喜んでもらえたのがこのレーザー加工で、ねやっぱりみんな自分の名前を探して、あ、これ僕のって言って、まずみんなそこから塗っていくんです。そうなるよね、ああいうのはやっぱり嬉しいですよ ね、まあ、ずっと残るものですし、またこれも、卒園生が在園生にプレゼントするっていう形で、長く、まあ、継いでいかれるものということで、ね、すごいやりがいがありました。辻野さんはなんか今見てみてどう思います？いや、子供たちがすごい笑顔なのが素敵やなと。ねえ、はい、ちょっとあいにくモザイクをかけててちょっと分からなくはしてるんですけど、みんなすごい笑顔なんです。そうなんです。辻野さんは、まあ、最近ちょっと教室をお願いしててあんまり出れないけど、こういう仕事はしたい？してみたいです。本当？楽しそうです。楽しそう。はい、ねえ、まあ、例えば小川くんとかと一緒に行っても車が入ってくるときずっと向こうで手振ってる。そう、まあ、本当にそういうところで、日頃関わる生徒さんとはまた違うところでモチベーションをもらいながら、また自分たちのその家具を作る能力っていうのを忘れないようにしながら、僕らもちょっとそういう形で教室外の活動っていうのもあります。でまたそういう、興味のある方は、アルブルのホームページからでも、NPO 法人木育フォーラムの、ページからでもまたお問い合わせいただければ、相談だけでも本当にいろんなアドバイスさせてもらえますんで、またちょっと、連絡してみてください。はい、じゃあ今日はそんなところで、言い訳になるんですけど、ちょっと忙しくて動画が上げられなくてすいませんでしたっていう、もう明日からまたバンバン教室のその技術の面だったり、風景だったり、あとそうだね、テレビボードは完成したんやな。完成しました。編集はちょっとまだできてないっていう段階で、またいっぱい上げていきますんで、よろしければまたご覧ください。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、OK です。はい、お疲れ様でした。